ロックチェーンのサービスの基盤となるものを今開発しています。ソニーミュージックの著作権に関するあの DRM についてはそもそもが今業界全体でデジタル化できていない状況でして、紙の契約書がメインとなっておりまして、ちょっとそこが根本的にちょっと課題となっています。で今回ブロックチェーンを使ってその課題を解決しようと。紙の契約書をブロックチェーンの技術を用いて保証する、またいろんな合意形成も図れる仕組みですので、複数のに関わる人たちが、その一つの契約に対してその合意が取れているというのが保証される仕組みになっているので、権利の管理としては、正しいソリューションがあると感じています。自分たちで構築するハイパーレジャーファブリックのフレームワークを使って、自分たちでそのブロックチェーンネットワークを、構築しようとすると、大変すごい時間がかかる、コストもかかるんですけど、Amazon マネージャーブロックチェーン使うことによってそれがほぼ数分で出来上がるというところがすごい魅力的な、サービスとなっております。初期開発に関しては、かなり、90% 近いコスト削減になっています。でランニングですね、 EC2 で構築した場合と Amazon マネージャーブロックチェーン、使った場合でランニングでも 75% ほど安いというもう試算をしておりまして、そこでかなり有用な、変化がありました。支援開発体制は、前後では変わっていないんですけれども、 Amazon マネージャーブロックチェーンを利用することによって単純に開発者の負荷が下がるっていうところがかなりメリットがあります。